はいどうもこんにちは、よろしくお願いします。今日もね予想の方やっていきたいと思います。で今日のね注意点は一つになります。明日のねマツダスタジアムの試合がちょっとね雨予報で時間でね1ミリ程度のね降水量の予報なんでかなりね微妙なんですよね。で今回はね僕はカープと阪神の選手はちょっとね省いてね予想していこうと思います。じゃあねまずねキャッチャーからですね。キャッチャーね森さん、坂倉さんが選べないのもあるんですけど、キャッチャーの中でね一番まあホームランの打つね確率が高いんで、まあ、森さんをね今回選んでいこうと思います。でファーストがね山川さんちょっと今調子悪いんですけど、明日のね対戦投手早川さんからねめちゃくちゃ対戦成績よくてね、去年もね4本ぐらいホームラン打ってたと思うんで、明日はね期待できると思います。セカンドは牧さんですね。相手の投手がねメンデスさんで、ちょっとねデータがないんですけど、今日もねヒット出てますし左投手なんでね期待していいと思います。まあね山田さんとかでもねいいと思うんですけど、今回はね牧さんでいこうと思います。でサードはね、村上さんですね。今日もねまたヒット打ってましたし、だんだんね調子上げてきてると思うんでね、で村上さんはねやっぱり長打があるんでね、ぜひともね入れときたいですね。でショートがずっとまあ小園さん選んでたんですけど、明日はねちょっと雨でね選べないんで、坂本さんもねちょっとまだヒット出てないんですけど、まあねホームランを期待してね、まあ、ちょっと賭けになるんですけど入れていこうと思います。でレフトはね近藤さん、まあずっと選んでるんですけど、まあめちゃくちゃねやっぱり打ってくれるんで、レフトはね近藤さんでね行こうと思います。対戦投手はね黒木さんで、ちょっとデータがねあんまりないんですけど、まあね右ピッチャーっていうことでね、まあまたね打ってくれるとね思います。でセンターがね近本さんが今回選べなくて、ちょっと他の選手岡林さんがちょっと選びたかったんですけど、対戦投手がねヤクルトの高橋さんで、左でねめちゃくちゃいいピッチャーなんで、ちょっとね厳しいかなということで、今回はね辰巳さんを選んでますね。で対戦投手隅田さんで、ちょっと左なんですけどね、まあちょっとね今回はね辰巳さんで勝負をかけていきたいと思います。でライトはね今日愛斗さん選んでね2安打の1打点打ってくれたんでね、明日もねちょっと期待してね、左投手の早川さんなんでね、ちょっと入れていきたいと思います。で指名打者はね絶好調栗原さんをね入れていこうと思います。あ、じゃあね今回ね僕がね入れようか迷った選手なんですけど、セカンドでねまず山田さん、あとねレフトのね松本さんをすごい今回迷って、近藤さんにしようか松本さんにしようか迷ったんですけど、松本さんもね超おすすめですね。あとはねオスナさんもね入れようかすごく迷ったんですけど、おすすめです。あとはね柳田さんとかね岡本さんとかね、その辺がねおすすめだと思います。で明日からの試合ねちょっとね雨予報とかもね皆さんちょっとね気にしてみてください。じゃあ今日はねこれで終わろうと思います。じゃあね。